バトントワーリングはバトンを持った練習はもちろん大切。でもそれだけじゃ効率が悪い。バトンの前に体が思ったように動かせるようにしていきましょう。今日行うドローインというのはお腹の使い方です。これができればバトンを軽く扱えますよ。即効果が出るようにエクササイズを組んでいますので本日もお楽しみに。Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my...はい、アハキャミ TV かなこです。私のチャンネルではこのような動画をアップしています。バトンのパフォーマンスを向上させたい方やボディメイクをしたい方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日のエクササイズのポイントも体の変化を感じることができるのか、動画通りにエクササイズを行えるのかです。では今日のメニューはこちら。おとついの動画でもドローインの練習をしてもらったのですが、重要なので今日もドローインプラス他のエクササイズといったシリーズもやっていこうと思っています。体幹トレーニングの効果って皆さん感じれてますか？私はちゃんと勉強するまで感じたことがありませんでした。おとついの動画はエクササイズをやれば足が軽くなるよということで一緒にやってもらったんですが、足は軽く感じれましたか？軽くなった方、軽くならなかった方、それぞれ感想が出てくるんじゃないかなと思います。私はどっちかというと足が軽くならない方のタイプなんですよね。かなりお腹を使う意識をしないとなかなか軽さは感じられません。ということで今日は他のパターンを準備しました。今日の動画を最後まで見て実際にやっていただくことで体の変化がわかる体幹トレーニングを実践できます。今日も足の重さの変化から体の変化を感じてもらおうと思います。足の重さが軽くなるイコールバトンも軽くなる、なのでバトンも扱いやすくなります。なので変化を感じられるように今日は私の説明に合わせて体を動かせるのかチャレンジしてみてくださいね。 TV かなこジムのチャンネルは月曜から土曜日の18時から20時あたりで毎日配信しています。バトン選手やボディメイクに関するトレーニング方法をまとめて配信しているチャンネルです。ジムへ行きにくい、ジム以外でも日常でトレーニングを取り入れたいという方はぜひ TV かなこジムへ入会してみてください。入会はもちろん無料、チャンネル登録をするだけです。一緒にトレーニングをやっていきましょう。今日のおまけ動画は自粛中私が頑張っていることについて話してみようと思います。では早速エクササイズをやっていきましょう。最後まで絶対見てくれよな。まずは足の重さチェックです。右足を5センチ上げてください。下ろしましょう。次に左足を5センチ上げてください。下ろしましょう。自分のペースでどちらの足が重たいかチェックしてみてください。どちらが重いかわからない場合は重さだけ感じてくれたら OK です。では次はドローインを行います。自分のお腹を触りましょう。息を吸って吐いてを繰り返してください。お腹が動くのが分かりますか？吸った時にお腹が大きくなって、吐く時に小さくなるように呼吸をしましょう。大きく息を吸って、ゆっくりと吐き切りましょう。吐き切っていくと、お腹が小さくなって脇腹が硬くなります。できましたか？お腹が小さくなって、脇腹を硬くできたらその状態をキープして呼吸を5回繰り返しましょう。この状態をドローインと言います。最初は息苦しい感じがすると思いますので無理せずできる範囲で繰り返しましょう。はい、5回できたら OK です。皆さんできましたか？次は体全体を動かすエクササイズです。いろいろ体勢を変えながらやっていきますよ。すべてのエクササイズでドローインを意識してやってみてくださいね。では続きもやっていきましょう。
はい、お疲れ様でした。では最後に改めて体のチェックを行いましょう。右足を5センチ上げましょう。はい、下ろします。左足も5センチ上げましょう。はい、下ろしましょう。自分のペースで交互に繰り返してくださいね。足の重さは変わりましたか？はい、お疲れ様でした。さあ、今日のエクササイズなら足の重さの変化が分かりましたでしょうか？なかなか難しいかな。今日のも足が軽くなるはずなんです。なんで軽くなるかというと、足が動く前にちゃんと腹筋が働けばお腹周りが安定するからなんです。お腹が安定して足を上げるという順番になると足の重さが軽くなります。このような変化が出るとバトンも軽くなりますよ。今日のが分かった方はその調子、分からなかった方は何度も何度もチャレンジしてみてください。私もいろいろなエクササイズを組み合わせて皆さんに体の変化を感じてもらえるように動画を作っていきます。今家での時間が多いので、こういった時は普段向き合えなかったことに向き合える時間になります。日常では仕事や学校に追われて自分のことを考える時間がないですよね。いろいろ考える中でも体の使い方や健康について考えることは今後にとって大切なことだと思います。ぜひ私の動画を活用しつつドローインを習得してみてください。今後も皆さんと一緒にトレーニングを行えて楽しんで見てもらえるような動画を月曜から土曜日毎日配信していきます。私も頑張るので一緒に頑張っていきましょう。 TB かなこジムへの入会はチャンネル登録ボタンを押すだけ。よろしくお願いいたします。次回も絶対見てくれよな。はい、ということで今日は自粛中私が頑張っていることについて話していきます。そうですね、私が今頑張っていることといえば YouTube です。他にもたくさんあるんですけど、一日の中のメインは今 YouTube で埋まっていってます。やっぱり発信し続けることでやっぱ自分の勉強にもなりますし、こういろいろ伝えていくことでこう改めて自分の弱い部分っていうのが分かってくるんですね。なので今すごいいい時間を過ごせていると思います。他にもその筋トレをして自分を磨いたりとか、今しかできないことをやっています。こうやっぱ普段仕事とかしていると自分のことを考えずにやっぱお客さんのことを考えるんですね。なので自分の心を整理する余裕がないというか、向き合う時間っていうのがなかなかないなと思っています。なのでこんな時だからこそやっぱ発信し続けて自分を磨いて今の時間を大切にしています。まあ、なので私は今は YouTube と筋トレをメインに一日一日を過ごしています。まあ、でも全然苦痛とかじゃなくて本当にいい時間を過ごしてるなって毎日思います。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。